ウィーバー。どうも、現代忍者タクです。忍者ワイドウェア、日の丸です。イエイイエイ、ぴょんぴょん。そういうことで、はい、また始まりました。始まりました。お互いに今日はマスクをつけておりませんけど大丈夫です。なぜならば総理からマスクが支給されていないからでございます。多分次の時には支給されてると思うんでマスクしてると思います。はい、それでは皆さん、自分を守るためじゃない、人を守るためにマスク着用お願いします。それでは高評価ボタンよろしく。え、あれ、そういうチャンネルでしたか、これ。そうじゃないね。今ね、暗い時期だからこそ明るくしたいね。自粛モードで家にいるじゃん。はい、そういう時こそさ、運動があってね、みんなで肩甲骨股関節ウェーブ使って、はい、オールマイティーウェーブ講座。オールマイティーということは全部ってことですか。全部ウェーブのいいところを皆さんに教えて、はい、そしてウェーブを使ってみてやってみてくださいと。そういうことですね。ウェブやりたい人にも山ほどいますからね。はい、できるようになりたいと。そうです。喋ることはもうありませんか。ありません。それじゃあやってみよう。タクチャンネル。はい、ウェブですね。肩甲骨使ってくださいね。相手がお腹空いてきた時も必ずウェブね、肩甲骨使う。肩甲骨でこっちとこっちで気になるよね。はい、座るリラックスしてください。今右使いましたけど、実際は左肩甲骨ね、ちゃんとウェーブかける。けどこのウェーブかけた時に相手が離そうとするから、その時にこう逆側のウェーブをかける。肩甲骨逆回転で、こっちは右攻撃だから、例えば喉元ついてきてごらん。それもウェーブ。もう一回行こうね。ここもウェーブかける。必ずナイフが戻ってくる場合もあるんで、ちゃんと腕を決めること。逆側にすれば折れちゃうし、俺の場合はこっち側に持っても逆ウェーブ。すごく笑ってるそっち？違う違う違う。うちの中で弟子のバカの三重師、三人いるんだけど、その一人なんだね。変わってるの。だからいいよ、そのまま。押すべ、引くべ、回す。これもそう。はい、回す。ね、回す。はい、これね。はい、引くべ。で、引くのと返す。はい。で、ちょっと俺のダメなの聞く。はい。はい、長す。このように相手殴ってきてもゆっくりやるとウェーブでかわして必ず相手に触れる。その時の肩甲骨のこういく流れがあるならば、こっちに手を触れてウェーブを流すだけで簡単に倒れる。指一本おいでおいで、指一本で倒れるウェーブがあるから指一本。じゃあスバル、ありがとう。はい、じゃあ次ケニオイ。前回やった肩甲骨10向けて、肩甲骨を使うことによって肩甲骨の引きを取るんでしょうね。で、かけるここでかける、こっちゃん。例えば10向けてきてください。こっちもありますよ、こっちもありますよ。こっちも相手の正中線ずらしちゃう。正中線ずらして、こっちからウェーブかける。これもあるし、下のウェーブ、その時はこのままこうですね。これウェーブかける。もう一回下からウェーブかける時に指をこう2本しておく。相手の頸動脈ここにね、でウェーブかけて、相手が例えば腰から銃を近い距離から上げようとしても止めちゃってる。そういえばね、前回浅い空手でやったのもありますよね。こうだね、浅井さんの空手で融合したウェーブです。それまああと銃を突きつけられてる時に突きつけさせてもいいですよ。正中線ずらす、正中線ずらして、ここのウェーブだけでも十分銃は離れます。けど銃をやっぱ拾われたりしたら嫌だから、ずらすのと取るのは一緒。ここ首にかける、ウェーブかけちゃう。あと蹴るか、ここで脳みそが出るまで殴りつけてもいい。映画の話よ。よし、ケニー、ありがとう。じゃあ次行きましょう。足だ、足だもんはすごく中は得意だよね。コーナリングスクール。で、明日こっちでね、サバゲンでもできるウェーブやってみましょうね。コーナリングから出てくるときに待ち伏せしてるときありますね。その時左の肩甲骨を壁に当てといてください。その壁に当てるのとこっちに引くのと一緒で出ちゃう。今日こう出ても相打ちですね。その時に股関節ウェーブを使うと出るのと股関節ウェーブ、ここで打っちゃう。やってみましょう。肩甲骨を左にかけておくだけでスイッチが入るんで早く出れます。早く下がる、トン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 、一回狙わせてっていうやつですね。もちろん逆もできますよ。こっからの肩甲骨ウェーブ、バンバンバン、得意なやつですね。横ウェーブ、皆さんやりましたね。狙われてきたらこっち、こっちをかけるとこっち、バン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 、それを2段階です。出てきて切れる、タタタタタン。デルタゾーン、目と目と鼻のこの間、頭蓋骨で穴開いてます。そこを狙えば一発で大丈夫です。ここ狙っちゃダメ、ホップするから弾が。確実に仕留めてください。そうしなきゃダメだ。なあ、しだ。はい、そうですね、一発で仕留めないと。なあ、なあ、ちゃん頭してんだお前。ちょっと今別の作品で。あ、そうです。よし、そんな感じだ。なあ、しろまる。ん、あ、そっち。あ、しろ、今気づきました。
はい、映ってるから、おい。ちょっと待ってよ、彼ね。うん。今のようにウェーブを使って、いろいろな技ができるっていう。ウェーブを使ったね、バリエーションで見せました。次、股関節ウェーブいきますね。この球体を使う。使うってことに対しての、スピードですね。この股関節を使うことによってここの股関節を絞るのとここから放つの一緒です。ちょっとやってみましょうね。ここからもう一度やってみましょう。この股関節から放つ。あとはバーストもいいですね。バースト股関節が当たってもまっすぐ回転させるとマウスを次股関節回すことによって下に行きますね。下上、つまり股関節で当たったときに回転させる、上に。そうすることによって上。フレームパンチと一緒です。つまり肩甲骨の回転からいって当たったときに肩甲骨をさらにまっすぐ行くのか、当たったときに上に上げるのか、当たったときに下に下げるのかっていうね。ちょっとバーストを使ってまっすぐやってみましょう。今のはまっすぐです。次上に、次下で、さすがに男4人いたら耐えれますね。じゃあちょっと突き飛ばしてみましょう。少し肩甲骨をいつもやらない 50% まで解放しましょう。やってみてください。タクチャンネル。次は肩甲骨と股関節のウェーブを使ってさらに大人数でお願いします。わかりました。危ないから下がってな。やってみてください。タクチャンネル。今日はお得っていう感じがしましたね。そうだね。全体的にウェーブの細かい説明はウェーブ講座、あれを 見てほしい。あれを見た後に今日の実演編ね、みんなでやってみるといいと思う ね。イメージして家の中でね、みんな自粛してる分ね、肩甲骨、股関節動かして健康であってほしいね。おおよよっよっ。ということで、じゃあいつものよろしく頼むわ。この動画がいいねと思ったら高評価ボタンを押してください。はいよ。たくさんのインスタグラム、ツイッターのフォローもお願いします。チャンネル登録よろしく。